ございます。山川ブランクスフィードスタッフの郡司です。それではよろしくお願いします。はい、それでは相馬さんの小助8号こちらからちょっとやってみようと思います。85ミリのミノでもキャストフィードもすごく良くて引き手コもしっかり、してますね。使用するラインなんですけど、自分の場合はだいたい1号をメインで入れてます。でリーダーの方が1メーターぐらい取ってますね。で、ちょっと根の荒いところとかするんであれば30ポンド入れて、河川でシーバスとかするときはもう20ポンドとか25ポンドでもいいのかなと思いますね。で2号の40ポンドとか入れても巻き込んで投げてもガードの抜けも非常にいいので、磯場で3キロ4キロぐらいのアーモノとかメインで狙ったりする場合はその2号の40ポンドとか入れてやればトラブルなくスムーズに釣りができるのかなと思います。サーフだとどうしても飛距離が欲しいので自分の場合は1号入れてますね。うっ、飛びますね。いい飛距離、もうサーフじゃ十分ですね。今回飛んでくれれば手前のブレークラインは余裕で超えてるので、投げるときはあんまり力入れない方がいいですよね。やっぱもう竿をしっかり曲げてあげることだけ考えてもらえば、やっぱ力入れると投げることが多い釣りなんで、一日やったらすごい疲れるし、方向性も変なとこ飛んじゃったりするので、力入れずに竿をしっかり曲げてあげることを意識して投げてあげるのがいいと思います。次は相馬さんの顧問も125でやってみようと思います。たらしの長さなんですけど、自分の場合は一番下のバットガイドとだいたい一緒のところらへんですね。この前後、だいたいここら辺ですよね、にだいたい合うような感じで投げてますね。重いやつも軽いやつも全部。で、これより短いぐらいでリーダーも組んでますね。こう振り抜け感ですよね、この88の。さっきの85を投げてる時と125を投げてる時のキャストフィールがほぼ変わんないんですよ。やっぱちょっと大きくなると空気抵抗も増えるんですけど、投げるときにそういうのは全然苦にならないというか投げやすいですね。ミノの引き感も8号と125号はどっちも変わらないぐらい綺麗に伝わってきますよ。この潮紙が入っている場所とか抜けているところとか、今入っているところですね、ちょっと今流れが出ているところに入ったなというのもすごく分かりやすいですね。あとサーフだとこの波のうねりでも軽い重いが出てくるんですけど、こういう時にはやっぱスピードの変化をつけやすいですね。こんだけ感度がいいと巻き抵抗をしっかり感じれる竿っていうのはすごく武器になりますよね、いろんな釣りで。あとやっぱこの軽さっすよね、竿のめちゃくちゃ軽いので、軽いかといって弱いではないですよね。やっぱそこは山がらしく軽くて強くて粘る、そしてルアーがめちゃくちゃ飛ぶっていう相反するものが一気に詰め込まれているロッドです。で次はブルーブルーさんのブローイン 140S、 こちらの方をジャックベイト
ぽく使ってやってみようと思います。この軽快なしゃくり心地でもう抜けも軽いんですよ、すごく。まあ、ルアーもいいっていうのもあるんでしょうけど、この竿の特性も高レスポンスですごく速いので、もう戻して次のジャークにすぐ行けるんですよね、しゃくった後に。これジャークベイトってやっぱジャーキングしてても必ず一定のスピードでリーリングできるわけではないので、まあ、半周だったり1周だったり4分の1周だったり、そのアクションを次にこう出すときにもう竿は勝手にやってくれるから、本当竿に伝わってきたレスポンスの反発だけ、ルアーの反発だけを巻き取ってあげて移動した分の、その動作がすごくしやすいですね。こういう大きくジャークするのも得意ですし、まあ、今回の軽めのジャークも得意な竿ですね。まあ、ワインドとかにも太刀魚のすごくいいと思います。こんだけ速いピッチでやってても腕にそこまで負担が来ないから、まあ、ベルトがいっぱいいて食わない時とか結構こういうジャークベイトとかバイブレーション使ったりすると思うんですけど、そんな時とかもすごくやりやすいですよね。でまあ9フィートない竿なんですけど、飛距離とかももう9フィート後半と変わんないぐらい飛ぶので、このしゃくった後のビッてラインロッドが止まるんですよ、こうやって。ほら、これにやっぱ惰性が出ちゃうと、まあ、糸絡みだったりルアーがいびったりしやすいんですけど、余分なブレがないのでルアーもいびったりしにくいし、トラブルも少なく釣りができると思います。カルティバさんの激闘レベル 40g、 こちらを投げてみます。 P がイチゴのままですね。わ、100ぐらい飛んでそうっすね。ちょっと横風なんでラインが膨らんじゃいますね、やっぱ。はい、 40g のジグとかでもタラシの長さはやっぱ元ガイドのところらへんですね、ここらへんで投げてます。はい、今着底ですね、着底じゃない、今着水で、このまま着底させてしゃくり上げてこようと思います。こうベリーを動かす感じで意識してやればすごいしゃくりやすいですね。こういう大きいしゃくりにも対応しているので、ホール長めにとってホールでよく食べるときとかは魚がいいんじゃないでしょうか。でベイトを回しているときとか、こう速いピッチでするんですけど、そういうときもレスポンスがいいのでやりやすいですね。普通のワンピッチもブレがなくできます。で投げるときもしっかりと振り切れますね。結構遠くまで 100m 近くは飛んでると思うんですけど、もっと飛んでるかな。着底とかも非常に、まあ、硬かったり柔らかったりが分かりやすいんで、砂地だったり岩だったりが分かりやすいと思います。まあ、なので砂テイストだったら平雨とかマダイとか、
回ってくるでしょうし、岩だったらロックフィッシュ系がいいでしょうし、まあ、もちろんヒラメもねついたりするんで、そういうところじゃ持ってこいですよね。この長さもレングスが短くて軽いんで、まあ、なかなかないですよね。8センチのミノーから40グラムまでしっかりと幅広く使えるロット、まさに山川ブランクスのバーサタイルロット88チェーンですね。ジャンプライズさんのぶっ飛びスプーン30グラムですね。こちらを投げてみると思います。ロッドは88のレングスなんですけど、距離はもう十分飛んでますね。やっぱサーフだと波がある時とかはちょっと懸念点が、サーフ専用ロッドに比べると短いんで波がかわしにくいとか、そういう風な懸念点はあるんですが、それ以上にこの軽さと軽快さ、ここはやっぱ専用ロッドにはないところなので、すごくいいですよね。飛距離も100近く飛んでると思いますね。で、まあ、水深が今多分3メーターぐらいですかね。投げて2秒半3秒ぐらいで着底するので、まあ、すごい浅い遠浅のサーフでやってるんですけど、波のピッチもちょっと今日はピッチが短いですね。でそういう時はちょっとロッド上げてあげて波かわしてあげれば、手前の波に P ラインが捉えないので普通に釣りはできますね。どうしても手前のラインが波に揉まれちゃうと操作性がもう極端に落ちちゃうので、そういうところに注意してサーフは釣りされれば、まあ、超過アップにはなると思います。はい、メガバスさんのカゲロウ 155F、 こちらをちょっと投げてみます。今川の河口ですね。こういう広くて広範囲をサーチする場合はやっぱこういう大きいミノーで誘ってあげると魚も反応してきやすいですよね。見つけてもらえるので。振り抜けも良くて、このアクションもしっかりロッドに伝わってきてますね。はい、ちょっと極端ですが、まあ、どうしてもちっちゃいこういうルアーじゃないと食べないシチュエーションとか結構あると思うので、そういう時でもこの8足だったら使えちゃいます。ちょっとやってみますね。うん、しっかりと引き抵抗は伝わってきてますね。まあ、今1月なんですけど、今から2月、3月、4月となってきたら極小ベイトパターンになってくることが多いので、多いというかもうそういうシーズンですね。チアユだったりボラの子だったり網系、あとはバチ抜け、それの時にでもこういうちっちゃい尻辺とか細身の身辺とかでもしっかりと巻き抵抗を感じれて、なおかつティップの感度もすごくいいので入りもすごく良くなってますし、こうツイバブのようなバイトとかでも弾きにくくロッドが追従してくれますので、まあ、本当にいろんなシーズンに1年中1本あればできちゃうロッドですね。まあ、こういう小磯で
青物が回遊してきたら青物も狙えますし、もちろんシーバスとかも今からアフターシーバスが入ってくると、アフターフィカ入ってくると思うんですが、そういうところでもいろんなルアーをね持ってこの88でやっていけば遊べると思います。こういうちっちゃい新編のスキッピングとかも過ごしやすいですね。あんまり強いとこれもエビになっちゃうんですけど、軽い力でしっかり曲げて投げれて、こういう時々水面にパチャって出してやって追わせて食わせるアクションもやりやすいですね。